その曲はマライア・キャリーでもホイットニー・ヒューストンでもなかった。そしてその傍らにはピアノを弾くデイビッド・フォスターの姿が。そう、シャリーさんの歌声はアメリカの一流プロデューサーに認められたのである。シャリースの声は天からの贈り物だ。素晴らしすぎて本当に驚いたよ。こんな出会いはそうあるもんじゃない。みんなに愛される国際的なスターになると確信したよ。だがこれは奇跡の始まりに過ぎなかった。デビューシングル No Two Gold が発売から数日でなんと2位にランクイン。さらにデビューアルバムがアジア人初の快挙となる全米ランキング8位を獲得。シャリーさんはたった一つのチャンスを見事その手に掴んだのである。そしてもう一つ夢のような出来事が。これがすごいね。なんと世界の歌姫セリーヌ・ディオンとニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで共演が実現。そして2010年、先月行われたフィリピンのアキノ新大統領就任式で国歌を斉唱。ついにシャリスさんは母国でもトップ歌手として認められたのである。今のこの素晴らしい環境を築き上げてくれたことを喜んでおりますし、とても感謝しています。本当にチャーリースは私の夢を叶えてくれた素晴らしい娘です。母の教えがあって今の私がいると思います。オプラさんや皆さんのおかげでやっと親孝行ができたことが本当に嬉しいです。